ただいまより3.11 を語る会、福島原発事故から10年、その時何が起きたのか、暮らしの現場から語り考えるを始めたいと思います。私は日本消費者連盟の宝穴道夫と申します。よろしくお願いします。お話を伺う前に、今日この実は日本消費者連盟主催ではあるんですけれども、日照連の中に脱原発エネルギー部会という部会がありまして、そちらで主に企画しました。でその部会の部会長をしています日本消費者連盟顧問の天笠より挨拶をいたします。天笠さん、お願いいたします。天笠です。よろしくお願いいたします。部会長といっても部会自体3人しかいませんので、あまり部会長という意識は全く持ったことがないんでありますけど、それはどうでもいい話でございますけど、私個人の話をちょっと先最初にさせていただくと、昔技術と人間というと、本当に小さな雑誌をやっておりまして、で私が原発問題に取り組み始めたというのは1970年からなんですけれども、本当に古くなっちゃったんですけども、なかなかやっぱり最初はやっぱり各地域の運動というイメージだったんですね。各地域で原発建設に反対する運動というイメージだったんですけども、でこれが全国化したっていうのはやっぱりアメリカのスリーマイル島原発事故の時ですね。あれがきっかけで全国化しました。で大きく盛り上がったのはやっぱりチェルノブイリ原発事故だったんですけども、でそれがですね、だんだんやっぱりね、歳月の経過とともにですね、やっぱり忘れ去られていくんですね。で最初はものすごい盛り上がったんですけど、もう10年も経ちますとですね、ほとんど何かね、あまりなんか騒がなくなっちゃったっていうか、みんな関心がなくなっていくという、そういう事態に遭遇しました。でその中で唯一ですね、唯一頑張ってたのが実は日本消費者連盟だったんですね。でそういう歴史があるってことはやっぱり大事だと思います。で2011年2月までですね、ずっとですね、月例デモってねやってたんです。で毎月毎月ですね、デモして東京電力に押しかけてったわけですよ。でそういうですねことをずっとやって、で2月ぐらいですとやっぱり大体10人ぐらい、月例デモといってもやっぱり10人ぐらいで、ところが2011年3月のは一気に何千って単位になったわけですね。これはやっぱり事故が起きたっていうことでですね、そういう月例デモまでものすごい人が増えたんですけれども、そういう忘れてはいけないっていうことでずっとやっぱりやってった、やっぱり日本消費者連盟とかですね、原子力資料情報室第一を守る会、それからグリーンピースという4団体がですね、ずっとやってきたこういう取り組みがですね、やっぱり、実際に事故が起きた時にですね、やっぱりそういうことをやってたからこそやっぱり大きな盛り上がりにもなったんだなっていうすごく感じました。ですから続けるってことはすごい重要なんだなっていうのはやっぱり本当に日本消費者連盟というところにいてですね感じたことであります。で今日は島津明美さんをお招きしました。で、なんで島津さんをお招きしたかっていうことで、私脱原発部会でですね、やっぱり日常生活、市民それから消費者の立場からこの原発問題考えていくときに、どういうふうな取り組みにしたらいいかってことを議論していったときに、真っ先に島津さんをお呼びしようっていうふうに提案したんですね。でなぜかと言いますと、本当に一人の市民、本当に一人の市民としてですね、本当にすごい活躍されました。で、しかもやはりなんていうんですかね、日常生活といわれるそういう現場からですね、いろいろこの原発の問題をですね、これほど、鋭く告発された方って本当にあまりいないもんですから、他に。ですからぜひともということでお招きすることになりました。で皆さんもご存知の方多いと思うんですけども、やっぱりガラスパッチ の,
問題ですね。これはやはり告発されたことはやはりすごく、まあ、今日も報告されますよね、すごいことだなと思いますし、それから今伊達氏がですね被爆当時のいろいろな市民の声ですね、これをですね、あれ、なんていうんですか、処分しようとしていたそうです、はい、すみません、はい、そういうことで非常に頑張ってこられました。でやっぱり一般の市民が事故に対して起きた時に何を考えてどういうことをこの行動したかっていうことは、やっぱりこれから本当にまた再稼働なんていうことを国はですね目論んでおりますので、で本当にはまた事故が大きいんじゃないかと、まあ、私たち本当に心配しておりますけど、何しろ再稼働させてはいけないし、それからやはり事故を起こさせてはいけないんですけれども、で事故が起きるとどういうことが起きるよっていうことを一般市民の生の声をですねやっぱり伝え続けていくっていうのは大変すごく重要なことなもんですから、まあ、そういう活動もされているということで、ぜひともですね今日は来ていただければと思ってお招きしました。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、ということでですね、早速志麻さんにですね講演の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました福島県伊達市から参りました志麻明美と申します。今日はよろしくお願いいたします。じゃあ座らせていただいてお話しさせていただきます。私も人前でお話しするのを約1年前のが最後だったもので、ちょっと緊張しておりますので、どうぞ温かく見守っています2月20日の発行の消費者レポートの方でもご紹介いただきましたので、ぜひそちらの方も読んでいただけたらありがたいと思うんですけれども、福島原発事故から10年ですね。本当に3月で10年ということで、いろんなテレビ番組がご覧になったかとは思うんですけれども、今日は初めての方もいらっしゃるので、おととしの9月に、裁判所で違憲事実を述べたことをベースに今日はお話しさせていただきたいと思います。半分はそのお話で、あと付け足したりしますので、わからないときは後からご質問いただければと思います。一番初めに出してみたんですけれども、一生涯100ミリシーベルトというところがよく言われているところなんですけども、まあ、今一生涯になっていない感じはするんですけれど、この1ミリ1年間で1ミリシーベルトっていうことは皆さんよく聞いてらっしゃると思うんですけども、100ミリシーベルトで1年間1ミリシーベルトがこう刻んでいくような、被爆は足し算なんだよということをちょっと理解していただくといいかなと思うんですけども、引き算にはならないっていうことです。で、私その一生涯100ミリシーベルトってどこで決められたのかなということを調べていったときに、これは東京新聞さんのウェブ版でしたけれども、2011年8月2日ということで、やっぱ3000くらいの文献を検証して、まあ、広島長崎で浴びた放射線量が100ミリシーベルト以上で患者がこう明らかに 増加したとか、そういう研究があって、そして、まあ、決められたということが元になっているということが書いてありました。で、今作業は250ミリシーベルトとなっているそうです。で、これですね、2014年に公開された映画なんですけども、もしかして見ていらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけど、 A2BC っていう映画です。ちょっと見てください。アメリカ人の映画監督が福島県で撮影したものです。実は私たちは何になりませんっていうのを放出できますか。ごめんなさい。ごめんなさいは足りない。はっきり言ってください。言えない。確率論だから、絶対ということは誰も言えない。絶対安心ということは誰も言えない。
された、 裏切られた、多分うちの子たちがの方があるのは初期被爆がかなりあったんだと思います。なしが A1 です。の方がありが A2 です。 A2 だった A2 です引っかかりました A2 校庭の一部が入れないところがある。このドラロープとこの立ち入り禁止があるっていう学校っていいんですかね、通ってて。これはあの国ぐるみの隠蔽なんです。文部科学省と言ってるんですが、文部科学省だけじゃありません。政府も内閣府も何も県も市町村も全部知ってると思います。もちろん東京電力も。どこですか、どこ。お母さん、お母さん、ここに住めるわ。ここの隙間に放射能入ってるか。ありがとうございます。今ちょうど映ったのが又手市の、お宅なんですけれども、でガラスバッジっていうのが放射線を測るの個人被爆線量計と言います。この A2BC っていうのはこの A2BC って甲状腺検査の評価の数値なんですけれども、ちょうど同時にですね、伊達市というとやっぱり除染問題が大きかったものですから、除染の話と、被爆の話の映画になっています。で今ですね、ここからなんですけども、陳述書に沿ってちょっとお話をさせていただきたいと思います。私たちの家族は自然環境の豊かなところで子どもたちをのびのび育てようと思い、今住んでいる伊達市に土地を買い、家を建てて福島市から移り住みました。住宅ローンを払い続けるのも大変でしたが、暮らしは質素ながらも楽しく暮らしていました。家を建てて8年経った2011年3月11日、福島第一原発事故が起き、私たち家族の生活は一変しました。私と夫は42歳、息子は小学校5年生娘は小学校3年生でした。当時私は原発について放射性物質についても知識がありませんでした。何の教育もされていませんでした。少しでも知識があったならば逃げられた、避けられた被爆もあったのではないかと思うと、とても無念でなりません。経済的余裕もなく、子どもたちの持病や実家の両親のことを考えると、全てを捨てて家を離れることはできませんでした。3月11日からライフラインが全てストップしてしまい、給水所に子どもたちと一緒に歩いて行ったり、買い出しでは外にずっと並んだりして、時には雨に打たれました。数日経ってもトイレの水も流れないので、水道が止まっていない市役所にトイレを借りに家族で出かけたこともありました。その時白い防護服を着た集団が市役所に入ってきたのを見ました。私は津波被害に遭った方々を助けに行くのだろうと思いました。でも今思うと、私たちはそういう防護服を着なくてはいけないような汚染の中で何も危険を知らされず過ごしていたのかもしれません。そんな時に小学校では卒業式が行われることになり、私たちは歩いて小学校に向かいました。正しい情報が出されない状況で防げたはずの被爆をしたと思います。当時私は本当に危ないなら国は助けてくれるだろうと信じていました。後で原発事故直後の空間線量は毎時27マイクロシーベルトから32マイクロシーベルトだったと聞きました。
それなのに外出制限もなかったということは大変問題です。2011年6月に夫の実家で葬儀があり参列しました。親族なので仕方なく子供も連れて行きました。夫の実家に行く道のりは大変線量が高く、車の中でも毎時 1.5 マイクロシーベルトを超える場所がありました。その道路は線量が高くても騒がないようにと地区の代表者から道沿いの住民は言われていたそうです。復興車両が通れなくなると困るからと聞きました。東北新幹線や東北自動車道も同じ理由で封鎖できなかったという話も聞きました。原発事故前の被爆限度を超えるレベルの空間線量なのにかかわらず、放射線の危険性ではなく安全性が周知されていました。被爆のリスクは私たちに伝えられませんでした。これは復興庁が出した放射線の本当という雑誌です。で、今この食品の放射の基準値を変える動きが出ていることをネットの方でもなっているとは思うんですけれども、 EU レベルにしていく流れになっています。戦略です。2011年6月に息子が鼻血を大量に出しました。シーツが赤く染まりました。市内の小学校で鼻血を出す児童が増えたということで、処置の方法が学校の保健頼りに乗りました。息子は学校での心電図検査で異常が見られ、1日ケーキを体につけて測定して様子を見たこともありました。事故当時12歳だった息子はもともとアトピー性皮膚炎を持っていましたが、事故後かなり悪化してしまい、高校1年生の春休みには入院をしました。今でもアトピーなのかよくわからない症状で苦しんでいます。娘は事故から1年経って耳の足を痛がり、病院に行ったところ骨外骨腫と診断され、次の年切除手術を受けました。中学校1年生からの冬からですね、娘は朝起きれない日が多くなりました。診断は起立性調節障害でした。体調を一番に考え、娘と話し合って週3日のフリースクールに通うことにしました。夫の趣味は釣りでしたが、原発事故が起きて海も川も行けなくなってしまいました。我が家の庭は原発事故前は花を植えたり家庭菜園をしたり、夏には自宅前にテントを張って子どもたちと外で寝たりでバーベキューをしたりしました。しかし今では一切そういったことができなくなりました。放射能にひどく汚染された今の環境では細胞の DNA は深刻なダメージを受けます。すでに受けた被爆のリスクは今後どこに移り住んでも消えません。大人よりも影響が大きい子どもが被爆したと考えると胸が張り裂けそうになります。あまりにも親として大人として不甲斐ないですし悔しいです。汚染されている環境、生活環境では何をするにも、外を出ることも買い物も食べるときも水を飲むことさえ常に自分でアンテナを張って判断していかなければなりません。そんな普通ではない生活を普通でないと、普通にしないと生きていけないのです。何をやっても心の底から楽しいことがなくなりました。自宅近くの通学路に毎日10マイクロシーベルトを超える汚染があると分かった時に市役所に伝えましたが、取り除いてはもらえませんでした。理由は仮置き場がないということでした。そのままにはしておけず、私は自分で汚染土を取り除き自分の家の庭に保管しました。福
島第一原発の現状も心配です。地震など自然災害をチェックして福島第一原発の状況を確認するのが私の日課になりました。危険が分かったら今度こそは避難しようと考えたからです。いつでも子どもたちのそばに行けるようにある程度自由が利く仕事を選びました。フルタイムでの仕事はできなくなり生活は苦しいままでしたがいつでも動けることを優先しました。いろいろ調べると行政や政府の発表は現実とは違うと感じるようになりました。私は少しでも早く汚染を封じ込めたいと思い自ら自宅の庭などを除染しました。伊達市では住民が自ら除染するよう推進していました。私も庭を自分で除染をしました。除染土は汚染、土の袋144袋にありました。次の年も除染をしました。平成26年3月まで除染で封じ込めた汚染土は2年間自宅庭に保管を仮置き場に移動してもらいました。その後除染して集めた汚染土は引き取ってもらえず今も庭にあり庭にあります。なので庭には入りたくありません。自宅のカーポート前の汚染は5年前で52万ベクレルに上り毎時5マイクロシーベルトありましたがそれでも除染対象にはなりませんでした。除染対象地は宅地のみで屋根も雨どいも除染対象ではありません。汚染がある可能性がある天窓は開けられなくなりました。これは私の自宅近くの汚染マップになります。ちょうどこの部分ですけれども見ていただくと38万ベクレルになっています。パイ平米ですね。でこの白い枠というところが これはあの CPM っていうあの表面汚染ですけどもこれが10センチ、50センチ、1メートルの線量になっています。これはあの土壌汚染の38万ベクレルですね。ちょっと見ていただくと骨だけ差があるのに空間線量があまり変わらなかったり逆にですね、38万で低く高いところもあります。これはこっちより低いのに土壌汚染は低いのに空間線量はこっちの方が高いですね。あ、すいません。空間線量と土壌汚染っていうのが比例していないということがこれでお分かりになると思います。でこれで見るとチェルノブイリ原発事故による周辺地域の避難基準で言えばあの38万ベクレルということは移住の権利ゾーンに当たります。こちらですねセシウム134と137だけを考えると、まあ、4万ベクレルパーヘイデー以上の汚染されたところが放射線管理区域ということになりそこは18歳未満の人があの働くことも禁止されてますしもちろんあの立ち入りも禁止されるんですけれどもこのことをちょっと頭に入れておいていただければと思います。伊達市は独自の除染の方針を作り2011年の末には年間5ミリシーベルトという基準を決めました。先ほど言ったのは1ミリシーベルトではなくて伊達市は5ミリシーベルトにしたわけです。市内には特定避難勧奨地点もあるほど汚染がひどいのに7割のエリアで面的除染をしないことにされました。これ西田市長でその時当時の市長ですけれども IAEA にウィーンにあるんですけども本部がありますけれどもそちらの方に行って当面年間5ミリシーベルトにあの日本に提言してくださいとお願いしに行っています。
このスライドの西田市長が発表したスライドの最後の終わりにあたってというところにちゃんと書いてあります。新聞報道もされています。伊達市は全市民を対象に健康管理と称し、個人被爆占領計、これガラスバッジですけどもを配布しました。そして内部被爆検査を実施して、被爆のデータを集め、住民に許可なくそのデータを外部の研究者に提供して論文を書かせました。その論文は不正に入手した、個人情報をもとに分析したもので、データの改ざんも疑われるものでした。そもそも大半の住民は個人被爆占領計をちゃんと装着せずに生活していたので、装着を前提に論文を書いても意味がないのです。このようなずさんなデータをもとに、論文は空間占領が毎時 0.6 マイクロシーベルトから1マイクロシーベルト以上でも、個人被爆占領は年間1ミリシーベルトにはならない、除染をしても効果がないと決めつけてしまいました。これは被爆を過小評価するものであり、住民にとっては人権侵害の何者でもありません。この問題は今も追及を続けています。高校生たちはなぜ原発を視察しようと思ったのか、現場で感じたことは何か取材しました。人権という問題まで背負わせている現実を忘れてはなりません。福島に対する偏見は海外でも根強く、福島高校の生徒たちが外国の高校生と交流したときに、福島に人が住んでいるのかと聞かれ傷ついたこともあったそうです。今回原発事故の現場を取材し視察したノリーさんたちは、来年春フランスに行き、現地の高校生たちと再び交流することになっていて、その場で福島で自分たちも頑張って生きていることを伝えたいと話していました。ちょっと長かったんですけども、その原発内っていうのは18歳以下は入れないという内規がありました。でもこの高校の先生とその担当した先生ですね、早野優吾さん出てましたけども、東電と交渉して入れるように1年間をかけてしたという話がありました。このバスの中、比較的低い線量となってましたけども、 5.7 マイクロシーベルト、この視察による被爆線量は最大で10マイクロシーベルト。先ほど問題のない線量だったという話がありましたけれども、その問題のない線量というのはどういうものだったのか、ちょっと私には分かりません。で、先ほど出てきた早野優吾さんと、福島県立医科大学の宮崎誠さんが論文を書かれたんですけども、それが伊達市の被爆占領を使って書かれた宮崎駿論文という論文です。その論文の中身を検証するために、私が情報開示請求したものの一部です。この一覧の一部なんですけども、これはですね、まず東大と医大に研究不正の申し立てをしてちゃんと調べてくださいということで、
申し立てを起こしました。そして伊達氏もデータ提供に関する不備があったのではないかということで調査委員会を立ち上げたわけなんですけども、その調査委員会の資料を開示請求をしたら、この私が出した開示請求の一覧が出てきました。今43ありますけど、これ多分もっともっとやってるので多分これの倍以上いってるかと思います。その公文書を集めてというか調べていくうちに、この資料は何だ、これこの言葉はどうなんだろうということで調べていったのが今の論文検証につながっています。実はちょっとこれ皆さんの資料にはないんですけども、つい最近議会でも特別委員会というものがありまして、そちらの最終報告がされました。このデータ提供に関して個人情報が含むデータと同意が取られていないデータを第三者に渡したということで、職員の2人が処分されました。処分をされたということなんです。ただですね、その時関わっていた職員というのは5人いたんですけれども、その5人のうち、3人はもう退職をされて、退職をされて今残っている職員だけ処分されたということです。今末端でその時動いていた、ただ指示されてやった職員だけ処分です。とてもトカゲの尻尾切りじゃないかということで、今またここの部分で動いているわけですけれども、伊達氏の調査委員会と市議会 の、 特別委員会の方で全く同じ結果になったというのが、市民の個人情報が違法に流出した状態で、その情報が、その個人データが今もどこにあるかわからないという状況にあります。で、実は先日ですね、17日の国会質問の方でも安倍智子さんがこのことについて個人情報の取り扱いということで、今国の方でも LINE とかいろいろ問題になってますけれども、その悪い例として出されました。で、これもちょっと入ってないんですけれども、資料に入ってませんけれども、その上、指示がされてこの職員がデータを渡したということになるんですけども、このお二人はもう退職されているのでお咎めなしということで、とても理不尽な状態になっています。で、このことについて今後また市の方といろいろやり取りをするんですけれども、個人情報が今流出して行方不明、それも6万5千人分なんです。大変大きな問題でトップニュースにならなきゃいけないぐらいの大きな話なんですけれども、これについて明日市議会の方に要望書と市と市議会の方に要望書を提出する予定になっています。あとちょっとこれは陳述書の方にもありますけれども、同じ地区の人がですね、白血病になられたり、今でもあまり聞いたことのない、今までですね聞いたことない胆管癌とか、そういう病名ので何人も発症したりしています。事故前とはやっぱり何かが違うと思わざるを得ない状況になっています。これは 3.11 前に食べてた食べ物のベクレルスですね。かなり高くなっていると思うんですけれども、今これをまた緩和する動きになっています。これもちょっとネットからいただいたものですけども、1ミリシーベルトだったものが今避難基準と避難解除時基準が20ミリシーベルトですね、年間。じゃあ一生涯100ミリシーベルトって何だったのかっていう話になるんですけれども、福島の人はこれでやっぱダブルスタンダードで基準が本当二重基準になっています。そして国はその空間線量からこの個人被曝線量に持っていこうとしています。
島市 の、 あの忍山というところですけど、先ほど高校生がかかったところですけども、お線路の山があって、その隣に公園があって、もうこれが日常になってしまったわけです。今このお線路の山になってますけど、これは今中間貯蔵施設の方に移動しています。で、あのお線路の山の麓のところに双葉町ではなくて浪江町の方の仮設住宅がありました。ちょうどですね、あの1950年代に生鮮用被爆の問題っていうのはもう提示されていたわけですよね。で、その許容量ってどのくらいある量以下は大丈夫だから、それ以下ならいくら受けても良いっていう考えは根本的に軍事的な考え方に通ずるものですと、竹谷三雄さんはあの書いてらっしゃって、で許容量というのは我慢量だと言い換えたということに、とても私としてはなるほどとあの思うところがありました。これはですね、あの実は私復興庁の方にも会議請求をしてまして、そこで出てきた公文書なんですけれども、2012年の9月に、田中俊一さんが建設規制委員長に就任されてますけれども、実はその前の2011年7月に伊達市の市政アドバイザーになっています。市政アドバイザーを経て、原子力規制委員長になっているんですけれども、そして2013年に原子力災害生活チームという、このふるさとの帰還に向けた準備という公文書が出てきました。そこのスケジュールのところに、ちょうど住民説明会、これは伊達市ではないんですけれども、県立医大の宮崎先生、天領ですね、あと東大の早野先生、個人占領権のメーカーっていうふうにここに書かれています。なんかすごいそっくりそのまま伊達市にやってきた感じなんですけれども、これが占領水準に応じた防護措置の具体化のための流れの中にあります。その文章の中にこういったものも出てきました。占領水準に向けた防護策の具体化のための図なんですけれども、ミッションが3つあります。その主なところですね、ガラスバッジ、個人占領権とか個人の占領権に持っていくっていうことですね。そういったミッションの中にどうもハマっていってしまったんじゃないかと思うようなことが、あの時系列で見ると出てきます。2016年と実は論文っていうのが、第一論文っていうのが、これ宮崎春論文ですけども、2016年12月に発表されています。第二論文が次の年の2017年7月に発表されています。で、第一論文はその 0.6 から1マイクロシーベルトでも個人被爆線量だと1ミリシーベルトにならないっていう結論です。で、第二論文は避難干渉地点というところがあるんですけども、年間20ミリシーベルト、まあ、以上になっているところなんですね。そこに70年間住み続けても、除染を追加除染をしなくても被爆線量は18ミリシーベルトであるという結論になっています。そして宮崎駿の論文はなぜ書かれたのかということなんですけれども、研究計画書というものを開示請求しました。そうしますとですね、国際放射線防護委員会による勧告は存在するものの、実際に勧告に基づいて運用する経験は世界的にも見ても乏しいとここになります。で、あと大規模な放射線事故における住民向けの対策について、勧告をアップデートするあたり、事業結果を科学的に解析し広く発信することは大きく未来に貢献すると書いてます。要するに、これから起こりうる放射線というか、放射線の事故ですね、これに対応するための論文ということです。だから基準をもう一回、住民用の対策の基準を
この論文によって変えていきましょうということでした。これは私は大変だと思いました。なんでかっていうと、今まで1ミリシベルトでやったところを5ミリ、10ミリと変えられた時には我慢量が増えるということになるんです。それが私たちというか、もう伊達市に私も私の家族ものデータでそれが変えられたということになってはとんでもない話だと思ったんです。それは私はガラスバッジをつけて外に出たことがないからです。あれをつけて歩いてた人というのは、私ははっきり言って大人だと一人しか見たことありません。子どもたちは初めに見ていただいた映像にありましたけれども、後ろのバッグにつけてたりっていう子はいました。初めのうちはそのうち誰もあまり意識しなくなりました。数週間だったら分かります。何年もできないですよ。で、この論文っていうのはとても非常に問題があります。論文の著者にですね、いろんな論文不正、研究不正とデータ改ざん、捏造という疑いが物理学者の方たちがですね、検証の末分かってきたんですけども、そちらの方をですね、論文を出された JRP というイギリスの科学誌の方にちゃんと批判レターを出したんですね。批判レターっていうのは批判論文です。批判論文を出して、これはこういう疑いだけどこれに対してどうですかということで、ちゃんと正式なルートで、科学的な正式なルートで聞いてるんですけども、それに4本も出してるんですけど、それにほぼ何にも答えてないです。しかしこの論文は撤回されたの。なんで撤回されたかというと、その同意を取られてない住民のデータを使ったということも確かにあるんですけども、それで撤回ということになりました。この撤回ですね、撤回ということになったんですけれども、その前にいっぱいこのように批判レターが出てるんです。研究不正とか捏造なんてやったら大変なことですよ。それを無視して違う理由で撤回。その撤回理由は伊達市 の、 職員が処分されましたけども、その伊達市の方で出したデータ、同意をしてないデータを科学者に渡したから、それが問題だということで伊達市の問題で終わろうとしているということです。でこれはですね、ちょっとメールの一部を切り抜いてますけれども、あるメールのところにこの論文が発表する前にですね、黒塗りで委員長向け資料っていうものがありました。その黒塗りのところを文書化とかにこう話をして、何て言うんですかね、公的な人ではないですかって話だったんです。委員長なんていう名前がつく人は関係があるんだったらば、ちゃんとそこの部分を黒塗りじゃなくて黒塗りを取らなきゃいけないんじゃないですかということを相談していったところ、黒塗りが取れたら田中俊一委員長ということになりました。論文ができる発表する前に田中俊一さん向けにその論文の解析データが資料として言ってたという証拠です。その資料というのはこういった資料でした。これはもう未発表データの取り扱い注意になってますけども、田中委員長向け資料っていうのが研究計画書が出される承認される2ヶ月前です。ここに早野さんと宮崎さんがありますけど、現在伊達市のデータをまとめて論文化する作業が進行中ですというふうに書いてあります。でこれは伊達市議会の調査特別委員会の中間報告にそのやり取りがまとめられています。やっぱこの論文作成における市民の説明と同意に対する
研究者の倫理指針違反。実は私たち市民は論文にデータを使いますよということは一回も言われていないんです。説明もされていません。で、同意っていうのは同意書はあったんですけども、それはガラスパッチを使うための同意でした。なので研究論文っていうのは私も全然分からなかったんですけども、研究者がちゃんとこのようなことにデータを、あなたのデータを使わせていただきますよということで説明をして、それに対する同意があって、で同意がされたらば途中で同意撤回っていうこともできるようにちゃんとその窓口を作るんだそうです。それも確かにこの論文の研究計画書には書かれていたんですけども、全くそういったことがされませんでした。そして論文が発表されても住民には知らせられなかったんです。で、私は論文が出てすぐに一緒に検証してくださった物理学者の黒川真一さんに論文が出ると教えてもらったので、そのことを市議会議員の方に伝えました。で、議員の方が一般質問で市長に質問したんですけども、論文なんか知らないと、自分は知らない、それは私のためじゃなくて科学者が科学者の責任を持って書いたものだということを言ったんですね。今思うと虚偽答弁なんですけれども、その後に伊達市長から論文化をしてくださいという依頼書が出されていました。そのようにいろんな嘘がいっぱい分かってしまうっていう、本当に開示請求というのは市民が本当気軽にできるものなので、ぜひやっていただきたいと思います。で、私がもう一つ論文検証の他にやっていたのが、その除染の問題でした。これは伊達復興再生ニュースという伊達市の市から出る候補紙のようなものなんですけども、西田市長が、選挙の時にですね、みんな本当に 70% の市が除染をしなかったんですね。そのことに不満がもちろん上がるんです。このままでは選挙は勝てないということになるので、途中で除染しますということで選挙を戦うわけなんですけども、それを信じたのか、それにかけたのかわからないですけども、当選しちゃうんですね。この市長は再選します。そしてその後に出された復興再生ニュースなんですけれども、除染するって言ったでしょってみんなに言われたんですけど、自分はフォローアップ除染をすると言っただけで、それは心の除染というものですよっていうことを言って、多分ちょっと聞いたことあると思うんですけども、心の除染っていうことがここの復興再生ニュースのところに出てきます。安心してもらうための除染、いわば心の除染ですと西田市長はこの時言ったんですね。で、その選挙の時に、選挙期間にですね、その告示日にアンケート調査というものがその住民に送られてきました。それもあって住民はもしかして女性のためのアンケート調査なんで、この時とばかりに女性してほしいということをいっぱい書くんですね。そして出たのがこのアンケート調査なんですけども、本当にですね、ずっと3年間ですね、声を出せずに生活に追われて、除染してほしいってなかなか言えなかった人も、不安も言えなかった人も、ここぞとばかりに直筆でいろいろ書いてるんです。とってもこれが私が開示したものの中で一番多いものなんですけれども、本当にかすかな望みで紙に込めたですね、住民ちゃんと名前と住所付きですよ。それが本当切実な思いが書かれてました。私はこれを読んでですね、びっくりしたのは、なんだこんなにみんな不安だったんだって思いました。なかなか本当に声出せなかったんです。ちゃんとその時知ってればみんな一緒に声が上げれたかもしれないと思ったんですけども、それはこのアンケートを取られて、そのアンケートを使って心の除染がされたんです。
それはどういったことかというと、一軒一軒ですね、業者が、業者の人というか、随契約をした業者があるんですけども、そちらの人が一軒一軒、その伊達市の C エリアというところの除染基準というのが、地表面3マイクロシーベルト以上じゃないと除染基準になりません。それ以上じゃないと除染しませんよっていうことをあらかじめ断りを入れて一軒一軒回りました。科学的に大丈夫ですよっていう言葉をつけて、それは科学的に問題ありませんと、だから除染することはないですよっていうことで、どん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 分かりましたって、だったら分かりましたってだんだん減ってったんですね。対応した人は電話対応でこのくらいやったけど、訪問ここまで、でやっぱりすごい3万フルシーベルト以上あって絶対納得できないっていう人が94件です。1万6000から94件まで減りました。94件が実際に除染した、一部除染ですけど、一部除染した人です。ちなみに私はこのイレギュラーに入ってます。イレギュラーっていうのはどうせ嘘でしょそんなするわけないよねっていうことで、伊達市の除染基準には納得がいきませんっていう人たちはイレギュラーという名前で別枠にされて、今もそのまま、そういったことがされたっていうものが、実はこのアンケート調査なんですけども、これがですねちゃんと授業になってまして、約2億1000万の授業です。伊達氏がやったわけではなくて随意契約で、実は電通に契約されてます。なぜここで電通出てくるのと思うんですけど、そこからパソナにまた再委託されるという、となんともなんかどっかで聞いたことあるような流れになっています。で、この開示請求が先ほどご紹介いただいた5年だったんですね、保有期限が。5年過ぎれば全部破棄されるわけだったんです。でも4年の時に、保有期限4年の時に気づいて、開示っていうか初めに閲覧したんです、あまりにも多いので。で、閲覧したことで4年保有金が伸びました。その間にお金を貯めていろんなところから寄付をいただいたり、あと高木基金から助成金いただいたりして、約30万くらいかかりましたけど、全部私の手の中に収めることができました。で、あとこれをこのままにしておけないので、もちろんデジタル化するなり何か今後考えていかなきゃいけないと思っています。で、これはちょっと有名ですけども、水俣と福島の共通する10の天地というものですけども、もう大体こういうの本当にその通りやられてるんですけども、赤枠で作ったところですね、データを取らない、証拠を残さないってありますけども、それの反対をやられたと私は思ってます。データは取る、でもね、おかしなことになってますよね。改ざんやら捏造やらされてしまったらば、それはまだ疑いでしかないんですけども、まあ、こちらには疑いというか、ちゃんと根拠となるものが あるからデータ改ざん、データの捏造があるんではないかということを主張しています。そしてこの汚染土ですけども、福島から出た汚染土ですけども、農地の造成に使ったり再利用がされるという計画になっています。ですから福島だけの問題ではなくて全国に行くっていう可能性がもう高いわけです。で、私の学んだことということなんですけども、やっぱり結果だけ見せられたんではやっぱり納得がいかないというか、やっぱり知ることを怠らないですね。やっぱり開示請求をして裏付けをしていくということがとても大事だと思っています。で、私たちは知る権利と平等に安全に暮らす権利があります。で、やっぱり当事者は自分が当事者であるということを認めて事実を把握するということが大切だと思います。で、気づきですけども、
ちょっと違和感ってとあの持つことありますよね。原発以外にもちろんですけど、食べ物でも匂いとかでもなんかいつもと違うなって、その違和感をいつも磨いていくのはいいと思います。なのでとてもあのこちらの会の方々は皆さんの多分意識が高い方が多いと思うんですけども、そのことをがやっぱ日々 の生活のですね、変化が分かる人になった方がいいんではないかと、それが今これから生き抜く力になるのではないかと思います。で、今やんなきゃいけないことって何があるのって思うかもしれないんですけども、やっぱ未来につなげていくために、今が未来につながっているので、今しなきゃいけないことをしていかないと未来にはつながらないと思っています。で、この言葉なんですけども、こうユイマ教の煩悩の泥の中に、まあ、蓮の花咲くということで、本当このままだなとそこは思うんですね。ドロドロしたこの黒い泥の中から出る花っていうのはとても綺麗で、だから泥の中からしかやっぱ綺麗な花が咲かないってすごい思いました。やっぱ経験しないとわからない。だからそういった中で、まあ、いろんなところから綺麗な花が咲くように、机上の空論で決められたような結果だけじゃなくて、そこに住んでる人たちに合ったルールで進んでいくこと、自分たちで選択していくことができればいいなと思っています。今日はありがとうございました。島さん、ありがとうございました。この問題、ガラスパッチの問題は最初に私も知ったときに結構複雑で難しくって、よく聞いて、まあ、島さんを取材されたものなんかを読むと分かるんですけど、これをどうやって人に伝えていったらいいのかなっていうのは、本当に私たち日本消費者連盟も難しいなと思うと同時に、やっぱこれをしないとどんどん本当にいろんな意味で原発の問題を忘れ去られてしまう。しかし島さんのやってきたことっていうのは、それで本当に抗って忘れさせないため、自分も忘れないためっていうことでされてきたと思うので、まあ、本当に今日でもまたお話をお聞きして、すごくよく分かりました。島さんにやってみましたことが皆さんもお分かりになったのではないかと思います。で、それでは今からですね、島さんへ、ね、ありがとうございます。皆さんちょっと口火を切るつもりで質問させていただきます。日本消費者連盟で消費者リポートの編集長をしております。2月に島明美さんを取材しまして、この特集でですね、今回忘却圧力と戦うということで、宮崎彩の論文癖は僕島明美さんを取り上げさせていただきました。一応大きく2つですね、ちょっと簡単な質問と本質的な質問と一つずつさせていただきたいんですけれども、ちょっとこのリポートでも書ききれなくて自分でも反省している点があるんですが、一つは、伊達市がその独自の除染基準を設けたということで、まあ、国の除染基準、年間1ミリシーベルト超を大幅に上回る年間5ミリシーベルト超という、まあ、基準を設けたわけですね。で、これは、福島をはじめ他の市なり地域、では基本的には国の、除染基準に習って除染がされたのでしょうか。伊達市のように、まあ5ミリシーベルトなり、また3ミリシーベルトとか国の基準以外 の基準で除染をしたというところがあったのかどうかというところですね。これを一つ、それだけが2つ目でいいでしょう。まあ、簡単な質問、はいはい、私の知るところではですけれども、飯舘村も5ミリだったと聞いてます。ただ飯舘村は避難されてますので、なので他福島県内では5ミリを基準にしてやったところっては私ちょっとわからないです。わ、はい、かりました。ありがとうございます。まあ、この独自基準によっていわゆる伊達市の 70% の地域は除染なしということになってしまったということですね。はい。もう、とても志麻さんの活動多岐にわたっているので、まあ、このガラスバッジ問題、除染基準問題、そして宮崎駿の論文問題、そ
そしてこの、西田前市長ですかね、が選挙中に行ったそのアンケート、が廃棄されてしまうかもしれないということを、まあ、救い出している、情報公開制度を使って、救い出しているという問題と、非常に多く の、 論点といいますか、聞きたいことがあると思います。私一つ、もう一つだけ二つ目で伺いたいのは、やはり宮崎駿の論文の問題っていうのは、今まだ一般のマスメディアでもそんなに多く取り上げていなくて、多分日本消費者連盟の会員もですね、この記事を読むまで宮崎駿の論文で一体何っていうふうに知らない人が多かったんじゃないかなと思います。なかなかちょっとこれ短い時間でことの本質を伝えるのは難しいんですけれども、一体この宮崎駿の論文のこう何が問題 で、この論文は、私が一番知りたかったのは、誰の利益につながる論文だったのかということが一番知りたいところなんですね。うん、まあ、ちょっとこれは志麻さんに取材をさせていただきながら私も知ったことですけれども、田中俊一氏にこの解析データを渡したことが分かっているというところが、まあ、一つ大きなポイントなのかなと。でこの宮崎駿の論文を根拠に、国は放射線防護基準を見直そうとしましたし、 ICRP もこの春には現状より緩くした防護基準を発表しようとしているというところまで志麻さんに聞いてるんですけれども、まあ、実際のところそれがこの春ですね、防護基準などもどのようにこう見直されようとしているのかとか、どのように利用されようとしているのかといったあたりをお話しいただければと思います。はい、本当に誰の利益のためにこんな危ないというか、もしかしてその研究不正なんてやったら科学者としてはもう致命傷になって、一発アウトなのにそんな危険を犯して誰がやるんだろうって、確かにそこが一番疑問なんですよね。そして職員もそんな放火してまでデータを渡してしまう、どうしてそんなことが行われてるんだろうっていうのが一番のこの問題のポイントなんだと私も思います。それがそれですよね。でもなんか宮崎駿論文っていうのはそもそもちゃんとした論文ではなかったんです。ネット上で多分見ていただくと分かるかもしれないんですけど、今日はちょっと語り尽くせないんですけれども、そうですね、まるで本当結果力で書かれたようなものなので、その結果だけを、私もそうなんですけど、どうしても新聞とかそういったもの大きな文字しか読まないっていうことになると、それを狙ったかのように、どうせ論文は読まないだろう、みんな中身を、で結果だけを持っていくだろうっていうことをまるで予想したように書かれたものだった。でデータもについても誰も調べないだろう、開示請求なんてしないだろうって思われてここまで来たのかなっていうのはすごいあります。で市長の答弁も一番初めは警戒してなかったから、多分あれが本音だと思う。論文は私のために書いたんじゃないのっていうところですね。そしてこの論文の通常謝辞っていうのがあるんですけれども、お世話になった人に感謝の言葉を述べるんですけれども、なぜかデータを提供した伊達氏って出てこないんです。不思議なんですけど、おかしいですよね。どうしたんだろうなって思うんですけど、で今日お話した中で国の流れと、あと国際的な流れが出てきます。どちらにもうまくこう取り入っているところが見えます。そして撤回されたのがすごい遅いんですね。こちらで指摘されてから批判レター出されて2年ですよ。その間無視し続けました。その間に帰還困難区域が一部帰還できるようになりました。そして ICRP のアップデートが1ミリが消えて20ミリと、まあ、1ミリの間の10ミリっていうふうに変わるということです。
で、その伊達氏のせいにして終わったってお話ししましたけれども、結局この論文には記述がついてないっていう状態が今あります。だから論文は生きてます、生きてるんです、この中には。だから個人占領権っていうことで帰還困難区域だったところに帰還を決めた人は個人被爆占領権を持って家に帰るっていうことで測ってます。それで健康管理をするっていうことを国は主張しています。誰のためにっていうところが本当に何とも想像でしかないというか、でも想像でもかなり性能よくなると思うんですけど、再請求しているので裏付けがかなり取れています。でもあまりにも大きな話です。とても一つの市でされたことではあるんですけれども、ただもしかして言葉はちょっと受け入れがたいんですけども、モルモットにされたんじゃないかという話になります。実験台ではなくてモルモットっていうのは自分たちのデータをそのまま使ってちゃんとやってくれればいいですよ。でもそれを都合のいいデータにして使われてしまってるっていうこと、それはとても重い話でした。答えになってないかもしれないですけど、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。せっかく竹氏からね今日来ていただいて、しかも1年以上ぶりのこのリアルな世界ってでしょうか、ね、複雑な話で、ね、確かにかなり複雑で、あと志麻さん自身がやってこられていることが本当に多岐にわたっているので、私たちもよくぞそこまでやってくださってるなっていうふうにちょっと思うぐらいなんですけど、今ガラスバッジとその助言と論文とって話だったんですけど、全部つながっているので全部やるとなるほどって思うところがあるので、本当に大変なんではあるんですけど、伊達氏で全部ここまでよくやってくれたら思っちゃいますね。ありがとうございます。遠いところから、今お子さん、お子さんは鼻血が出たとか言いましたよね。一人ではなくって小学校に通ってて何人ぐらいって言ったらあれなんですけど、伊達氏でそういう人たちってはいっぱいいるんでしょうね。そうですね、それがデータが取られていないのでわからないんです。うちもそうですけど、鼻血が出たからといって病院に行かないです。病院に行かないのでそのデータが取られていないっていうことで、そんなのデマじゃないかって言われがちなんですけども、デマと言われても出たものは出たんですよね。出たんです。そしてお母さんたちに聞くとやっぱりうちも出たよっていう話になりました。でまだ鼻血問題が本当に食いしん坊騒動で、あれが騒ぐ前です。それ騒ぐ前にですね、10人くらい の住民の人に集まってもらって話し合いをした時がありました。鼻血出たよっていう話いっぱいして、その時に録画も撮ってたんですけども、ちょっとそれを今度放送に流れるはずだったのが出ないで終わっていますけれど、多分そのデマだろって言われるのは抗線量じゃないよって話だと思うんですけど、そうじゃなくて放射性物質として粘膜に張り付いた場合とか、そういった時には出る可能性はあるっていうことを専門家の方もおっしゃってました。なので鼻血出た出ないっていうだけで、やっぱり匂いしない、目に見えないっていう放射線 の話が、鼻血に出ちゃったらやっぱそれは不安だろうって思われるから、それはもう蓋を閉めますよね。不安になる、危ないって言われたら困るわけですから。なので、鼻血はうちは出ましたし、近所の方も出たし、それこそ市内の小学校の、あれは2011年6月くらいの7月かな、
保険頼りにも鼻血の出る子が多かったということで保険頼りに乗ったくらいです。私も目の前で違う子が出したのを見ました。で、あの除染作業をした人も土をいじった人も鼻血が出たっていうことを聞いてます。なんでやっぱ放射性物質ということで、放射線じゃなくて放射性物質ということで見ていただかないと、あの染料だけではなくて土壌の汚染をやっぱりあの今後は見ていただきたいなと思います。あの私からすいません、ちょっと司会なんですけれど、あの、島さんですね、あの個人被曝線染料系データ利用の検証と市民生活環境を考える協議会というところで代表されるされているということなんですけれども、あの地元にこういったの一緒に声を上げる、一緒に調べる、そういったあの仲間っていうのはいらっしゃる、たくさんというか最初の頃からいらっしゃる、その辺のご苦労は、ですね、実は私あの初め一人でやってまして、あのこの論文結晶に至っては、うん、なかなか地元では、うん、あのなんていうんでしょうね、かなりコアな部分というか興味がないといかないですよね。なので初めはまあ自分もあの自己満足なところを分かって知りたいというところで進んでいっているので、なので地元ではなかなかいませんでした。でもあの市議会の、あの市議会議員の方にお話をして、あの勉強会をしたり、ここに参加していただいたりっていうことはしました。本当にあのこういったことを地元でだと余計に声を上げづらいということは、皆さん本当にあの各地でおっしゃっていて、島さんも本当に苦労されているんだろうなというふうにはあのちょっと思ってはいたんですが、ありがとうございます。女性の話があの発表したんで、ちょっと確認といいますかね、それあのしたいんですけど、その伊達市長が、まあ、あの選挙に出るときに、まあ、除染しますよっていうようなことを言って、しかし、まあ、実際当選してしまったら結局もうその後は女性も何もしなかったっていうことになるわけですね。女性も何もというか、あの一応フォローアップ除染という名前の、 あの知識、危なくないよという知識を住民一人一人に言ってたっていう話ですね。心の除染というところ、はい、じゃあ心の除染だけであって、はい、実際の土壌の除染は何もなかったと、はい、いうことです。で、島さんのところは、まあ、ご自身で、まあ、自分のあの家のところはまあよくやりましょうという形で やられたということで、やはりまああのそれでかなりやっぱりあの保護者の保鮮度っていうのはやっぱりこう 下がったなっていうのはやっぱり実感されますでしょうか、ご自宅で。いやー、あの除染したといってもそんなにできないので、あの宅地だけでも本当に3分の1くらいしかできなかったので、それでもそんなに実感してないっていうか、自分家だけやっても他からあの流れてくるので。で、最近去年測った時は、土壌汚染で5万ベクレルくらいありましたから、ちょっとあのあれですよね、数値あんまピンとこないかもしれないですけども、土壌で5万ベクレルとか2万ベクレルっていうことで、通常だと九州の方だと2桁だよなんて言われるんですね、40ベクレルくらいだと、でもびっくりするのにって言われるんですけど、それが何万ベクレルになっちゃうと、下がったっていうのは空間線量が下がっただけで、土壌線はそんなに簡単には下がらないです。で、それをその4万ベクレルのところは通常だと入っちゃダメだとか規定が日本はあるはずなんですけども、それについて環境省に言ったんです。そしたら、とりあえず測ってくださいと、測るとどのくらい高いか分かりますからって言ったんですけど、測ってどうするんですかって言われました。私測ると汚染土壌が増えるでしょって言われました。汚染土壌増えると困るんですよね、多分処理に。なんか元も子もないことは、あのそこに住んでる人にそんなこと言うんだよねっていう話を直接されました。私の環境省に行ってそんな感じで、そんなに放射線としては
まあ、確かにあの当時測り出した時はまあ2マイクロだったのが 0.6 になってだいぶ低くなったなと思ったんですね。そして東京の方ではテレビで 0.2 マイクロだから今日は外では見てないっていうテレビでやってて 0.2 は家の中なんだけどなこっちはっていう話をあの時してたのを思い出します。で今 0.01 がその周辺なんですけど確かに線量は下がったんだけれどもかといって土壌の汚染はっていうとそんなには変わらないです。いじってないから、いじってないので裸足では歩きたくないですね。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。なんで伊達市だったんだろう。なんでね、他いくつもあってもおかしくないかもしれないけど、なんで伊達市だったんだろうっていう疑問が未だに解けなくて。そうですよね。で、その当時の西田市長、それからアドバイザーの田中俊一氏、そしてこの論文を書いた2人あたりのね動きがまあなんか徐々に開示請求だったり。明らかになりつつはあるんだけれども、まあ、なんか黒幕は一体誰なのっていう思いと、まあ、真っ黒の黒幕ってもしかしたらいなくて、まあ、いろんな忖度が働きながらその国策で進められてきた原発を、まあ、なんていうか事故が起きてもそんなに大した問題ではないというような風潮に持っていく、そういう大きな流れが作られてたのかなと思うんですが、なんで伊達市だったんだろうっていうね、その今思う志麻さんが考えることと、まあ、あと市長も海外にね足しげく通って日本のね国に1ミリシーベルトといわず5ミリシーベルトに基準変更しろって言えっていうようなことをいろんな国際機関に言って回ったりしてるので、何のためにそんなことしてたのと、そのあたりのちょっとこうまあ、皆さんがねまだ知らないことを伝えていただいたりとか、なんでっていうところを人の動き含めて教えていただけたらと思います。なんでがないとなんか納得いかないところ確かにあると思うんですけど、まず田中俊一さんが飯舘村に入ったんですね。そして飯舘村を除染したんですけど、かなり評判悪く、まあ、その隣の伊達市に来てるんですけども、伊達市って田中俊一さんの、まあ、ふるさとと言われているところなんです。なので手伝いましょうということで入ってきたっていう話は市長も話してます。なのでなんでって言われると、ちょうどその、ですね、原発事故も自治体でこんなに協力的なところってなかなかなかったと思います。あるとしたらば伊達市と南相馬、ただ南相馬は結構住民が反発したので最後まで行けなかったと思います。私の場合はまずもう除染エリアを ABC とすいません占領で分けたんです3つに。それから始まってるんですね。占領分けされたエリアでそこに人が住んでて、そしてそこで個人被爆占領計を送ってデータを取ってるんです。初めそれをやられた時に住民から出た言葉は、ここは実験場かって言ってます。だから初めからとてもいい環境だったんです。すごいデータ取るにすごいいい場所だったと思います。だからガラスバッジにの測定に協力しないっていう人もいました。自分が実験台なんて嫌だから。でも確かにあれを首に下げて外歩くかって言ったら歩きますか。皆さん歩かないですよね。バッグの中に入れるくらいはするかもしれないですけど、まるで実験してますというように歩くのはないと思います。よっぽどじゃないと。ただ病院関係者の方はつけてる人が多いので、実験的にやってた人いました。配られる前に自分のところで使ってるガラスバッジ、そしてその方は避難していきました。違うところ、さすがに何も周りには言わなかったですね。なので知ってる人は逃げたんだと思います。なんでかって言われるとそこが一番の謎になるんですけども、でも多分おっしゃるようにいろんな忖度、原宿村って村じゃないんで、いろんな原宿産業の人たちが集まった
ものなので、もしかして自分もその企業に入ったら村って呼ばれるのかなっていうような感じなのかと思います。そういうことになるんだろうなっていう私の想像です。ありがとうございました。それではそろそろ時間になりましたのでよろしいですか。じゃあ吉島さん本当にありがとうございました。では続きまして、実は今日その 3.11 を語る会ということで、日本消費者連盟とさまざまな場で一緒に活動を共にしている全国で、原発反対運動、再稼働反対運動をしている方たちにメッセージを寄せていただきました。志麻さんのことをご存知の方ももちろんいらっしゃいまして、ぜひそういうことであれば喜んでメッセージを送りますということでいただきました。もちろんこれ全てではないんですけれども、いくつかいただいたので紹介したいと思います。皆さんに資料に手元にお渡ししてるんですけれども、ちょっとせっかくの機会ですのでこちらで、読みます。志麻明美さんと全国各地の仲間へのメッセージ。札幌市民放射能測定所墓札幌代表水塚智子。困難な状況の中で真実を求め大きな成果を上げてこられた志麻明美さんの活動に心より敬意を表します。また日本各地で原発を終わりにしようと活動されている皆さんと共に核燃料サイクルの息の根を止めるよう連携したいと願っています。3月18日東海第二原発の差し止めを認める司法判断が出されました。これまで差し止め裁判の争点は専門家の判断を仰がなければならない難解な科学技術論が主流でしたが、東海第二原発の差し止めの理由は重大事故が起きた場合に数万から数十万人が一定時間内に避難することは困難という避難計画の不備でした。私たちが東京電力福島第一原発事故で明らかになった甚大な被害と収束の困難さを伝え続けてきたことが裁判官の判断に大きな影響を与えると確信します。北海道では国によって周到に進められている高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設のための文献調査が寿都町と上江内村で始まりました。本年2月26日寿都町は来年度の予算案を発表しましたが、核ごみの交付金10億円が計上されています。3月8日には片岡町長が2年後の概要調査の前に受け入れの民意を問う住民投票条例を議会に提案し可決されました。反対する住民団体は概要調査までの2年間に経産省や NUMO による住民の分断と開示を行う時間稼ぎだと批判を強めています。もう一つの問題は幌延新地層研究センターです。同センターは2000年度に研究期間20年程度でその後埋め戻すとの約束で解消しました。しかし2019年運営する核燃料サイクル研究開発機構はおよそ9年にわたる研究期間の延長を北海道に申し入れ知事は受け入れを表明しました。深さ約350メートルの2本の立候補について同機構の理事は埋めるのはもったいないと発言しており、核ごみの処分場に転用されるのではないかと地域住民は警戒を強めています。核のごみ処分場を北海道が受け入れるならば日本の原発と再処理を止めることはより難しくなります。志麻さんの活動が福島県伊達市だけの問題ではなく、被爆線量基準値や食品中の放射性物質の基準値などと深く関係しているように、寿都町、上江内村、幌延町の動向も日本中とつながる問題です。どんな困難があろうと、日本各地の私たちが 3.11 を可視化し続け、原発を終わらせる始まりを作っていきましょう、と水川さんにいただいております。続きまして、これは宮城の女川原発再稼働に反対している多田さんからいただいています。昨年11月、奈良井宮城県知事は女川原発2号機再稼働への地元同意を表明しました。しかし女川原発の安全対策工事は少なくとも2年以上かかり、村井知事が拙速な同意表明をしようともまだ再稼働はできません。私たちは全く諦めることなく宮城県民の民意に基づいて女川原発再稼働を止める活動を続けています。
続けていきます。でここにですね、実は3月27日にさよなら原発宮城県民集会というのを開催予定にしておりまして、この以下アピール文を用意されていました。でこのメールをいただいたのは、今週初めだったん、昨日一昨日くらいだったんですけれども、その時点では、もしかしたらまだ開催できるかもしれないということで用意をされてたんですけれども、今朝昨日からいただいたメールでは、結局ですねコロナのことでこの宮城県民集会というのは中止になってしまったそうです。で残念ながら本当にこれ書いてあるんですけど、幻もといいますか、そういうアピール文に幻の集会アピールになるかもしれないと書いてありますが、残念ながらそうなってしまいました。でもとてもいいアピール文なので、こちらもぜひ紹介させていただきたいと思います。 3.27 さようなら原発宮城県民集会アピール。東日本大震災、そして福島原発事故から10年が経ちました。10年前の今頃、私たち宮城県民の誰もが被災者でした。水を求め、食べ物を求め、大人も子どもも並んだ長蛇の列に、福島第一原発から飛来した放射能が降り注ぎました。後にそのことを知った大人たちは、子どもを並ばせたことをどんなに悔い、嘆き悲しんだことでしょう。隣県福島では、多くの人々が着の身着のままの避難を強いられ、転々とする間に家族や地域をバラバラにされ、そのまま永遠に故郷を失った人もありました。福島の人々の苦難は、原発事故が他の事故と比較にならない破局的、壊滅的な被害をもたらすことを私たちに教えています。そこに何十年何百年も人が住めない都市が生まれ、人々の暮らしや生業、故郷を根こそぎ奪い去る。何年も経ってから健康影響が現れるのではないか、それは世代を超えるのではないかという不安を人々に強いる。そんな時空を超えた巨大災害をもたらす施設は原発以外にないのです。しかし福島原発事故から何も学んでいない宮城県知事は、昨年11月女川原発2号機再稼働への地元同意を表明した上、その記者会見で、事故があったからダメなら全ての乗り物も否定することになると述べました。果たして原発という乗り物に乗りたい人だけを乗せることが可能でしょうか。車や飛行機は移動の必要と事故のリスクを計りにかけて一人一人が選択して乗ります。それが原発においても可能であれば、乗りたくない人は事故が起きても巻き添えにならずに済むでしょう。しかしこの女川原発号は、宮城県民はおろか、東北地方、東日本の人々、さらにはこれから生まれる未来の人々まで乗せて走る危険な乗り物です。知事がアクセルを踏めば、乗りたくないと泣き叫ぶ県民も引きずり乗せて走り出すことを忘れてはならないのです。家屋新報の世論調査によれば、宮城県民の 6、7割が女川原発再稼働に反対と回答しています。県民は福島原発事故からしっかりと学び取り、二度とあのような事故を繰り返してはならないと考えています。私たちはこの民意を一切排除して再稼働に同意表明した村井知事に強く抗議し、同意表明の撤回を求めます。私たちは福島原発事故から10年の節目にあたり、改めて福島の人々に苦難に思いをいたし、同じ東日本大震災を体験した宮城県民の務めとして、被災地にある被災原発、女川原発の再稼働を必ず止めなければならないと決意しています。私たちの故郷を守るために、子どもたちの命と未来を守るために、原発のない社会へ向けて手をつないで進んでいきましょう。たたらさんからいただいています。では続きまして、天崎さんから紹介いただきます。仙台原発反対連絡協議会の鳥原さんからメッセージいただいております。仙台原発はご存知のようにですね、福島原発が事故が起こして、いわゆる最初に再稼働を始めた原発です。ただ現在はですね、テロ対策の、がまだきちんとできてないということで一旦停止になっております。そういう仙台原発で戦っておられる鳥原さんです。 3.11 を語る会のお集まりの皆様こんにちは。
福島第一原発事故は仙台原発現場に住む私たちにとって原発の危険性が明らかになったことと、電力会社、国、そして県は事故を隠蔽し、矮小化して住民を守らないという不安が的中して衝撃的でした。メルトダウンは、東電は把握していながら官邸にも報告せず、認めたのは2016年2月でした。人々は何も知らされず、何箇所も避難を強いられ、しかも放射性物質が拡散する方向への避難もあり、県による安定要素剤の服用の指示はなし、避難所ではスクリーニングの記録は残されず、甲状腺も検査もなしで、原子力防災マニュアルは何の役にも立っていません。半年後の10月に18歳以下約38万人の子どもたちを対象の県民健康調査が始まり、甲状腺がんが現在200人以上見つかっていますが、国も県も事故との因果関係を認めていません。放射性要素131は半減期約8日です。事故直後のスクリーニングと甲状腺検査結果記録を残しておくことを怠ったのは県なのです。福島原発事故の教訓は、いわゆる原子力村によって国民は騙され続けていることを忘れず、福島の被害者に寄り添い、原発再稼働20年延長に異議を唱え続け、ご一緒に脱原発社会を実現しましょう。これが鳥原さんであります。それから、昨日集会でお会いした川田先生から、急遽昨日メッセージくださいってお願いしたら、ここでよく、いただきました。福島原発事故はいまだに廃炉の見通しも立たず、未来に大きなツケを残したままです。トリチウム汚染水の海洋放出は風評被害でなく実害をももたらします。絶対反対しましょう。原発の時代を一刻も早く終わらせましょう。です。だから、最後に若さからのメッセージということで、中島哲園さん、これ直筆の非常に味わいのあるうちなもんですから、そのままということで、若さからのメッセージ。東の原発事原発銀座福島の惨禍は、西の原発銀座若さの私たちにとって決して人ごと、よそごとではありませんでした。福島の10年はこの10年間だけの問題ではありません。首都圏の大量電力消費に対応させられた40年の前史、若さと関西圏の関係もしかりですが、お振り返り、コロナ後の生き方、社会の在り方をも展望する深い議論が求められているのではないでしょうか。本日の議会のご盛会を記念いたしますということです。で、もう一つですね、実はおととい、京都で再び命を問うというですね、シンポジウムがありまして、で、そこでですね、ご存知でしょうか、水戸清子さん、水戸岩尾さんの、お連れ合いなんですけども、水戸清子さんがとお話ししてて、やはり今回の東海第二原発のですね、判決について大変喜んでおられたということをお伝えしたいと思います。で、それは なぜかと言いますと、お連れ合いの水戸岩尾さんですね、この方が東海第二原発訴訟のですね、最初の火付け役だったわけです。で、それがあったもんですから、それで1980年代に亡くなられてしまいましたけれども、岩尾さん自体は、で、清子さんがそれを本当に喜んでおられましたということを最後に付け加えて、司会の方にバトンタッチします。それでは最後のメッセージですけれども、今日ご本人に来ていただいております、大間原発問題で、ずっと反対運動をされています、豊田さんに、豊田さんご自身は横浜神奈川県にお住まいなんですけれども、ずっと大間原発問題に関わっていらっしゃいます。はい、メッセージよろしくお願いします。はい、ご紹介いただきました豊田と申します。天津さんはじめ西東の皆さんの活動にいつも敬意を表します。今日は発表させていただいてありがとうございます。あまり時間ないって言って手短にこの資料に沿ってしたいと思いますので、はじめ自己紹介。私は北海道の函館で生まれまして、18歳まで高校まで函館にずっといました。それで、同様か横浜の大学に行きましてね、
それでちょうど今年で50年ぴったり50年経ちまして、まあ、いろいろありましたけど、それでこの大間の原発、まあ、お恥ずかしい話で大間原発のこれに関わったの、最近知りましてね、 3.11 の後なんですよ。どうして知り合ったかっていうと、まあ、皆さんも 3.11 で、東京電力行ったり、ね、代々木公園行ったり日比谷公園行ったり首相官邸行ったり毎日デモや集会行ってたと思うんですけど、ある日ですね、私 の、 もうその生まれ育った函館弁をもうもの喋る人がねアピールしてたんですね。それでなんか嬉しくなっちゃって、どこから来たんですかって言ったら、函館から昨日電車乗ってきましたっていう話で聞いたら、いや今青森に大間ご存知でしょって言うから、知ってますよって言ったら、青森に今その大間に原発を作るっていうやつらがいて、もう大変なんだっていう話を初めて聞いたんですよ。でもびっくりしちゃって全然知らなかったんです。本当お恥ずかしい話だったんですけど、でそれで、連絡を取って、次の月に私も原告に入りました。ただたまたまですね、裁判の進行のあれだったのか、証言してくれっていうことで函館地方裁判所に行って意見陳述しました。で生まれて初めて裁判所で意見陳述したんですけど、裁判長っていうのはね真面目に聞くんですよね。メモ取ってですね、うなずいたなんかしちゃって、そうだそうだみたいな声でね言うんですけど、残念ながら判決は見事は快訴で、もうがっかりした気持ちがありました。だから先ほどその東海原発のあれで、まあ、第一審勝ったっていうのは非常にまあ嬉しくて、まあ、当時思い出したんですけど、その時のね函館地方裁判所 の、 その裁判官っていう、まあ、本当若い女性だったんですけど、その判決を書いてからどっかに行っちゃってね、今いなくなったんですけどでこの大間原発を担当している弁護団の方が、書いた弁護団声明っていうのがあるんですけどね、それがまた非常に感情的でいいやつなんですが、万が一ですね大間原発で建設の後事故が起きたら朝岡裁判長の責任は永遠に問われるって書いてある全くそうですよね。その勝手な裁判の判決出してその後いなくなっちゃって、それこそその後どうしてくれるんだっていうことで思っております。話はこのとかあるんですけど、で今札幌で控訴審をやっておりますが、それはこちらのパンフレットの方小池の行ちょっと書いて少し何か所か間違ってるんですけど、まあ大体合ってます。それで、ポイントとしてはですね、まあ、皆さんもよくご存じだと思いますけど、いわゆるボックス燃料っていうやつを使うということで進めてきたんですね。それでそれはないだろうということで、いろんな 反論もあって裁判でも問われてきたやってきたんですけど、まあ、J パワーこの今建設を進めておりますところはですね、最近何て言ってるかっていうとですね、モックス燃料 100% とは言ってないって言い出したんです。少しずつ混ぜるとか言ってきた。何ですかそれって。全量使うんじゃないのかって言ったらですね、なんかまあ科学的知見で今ちょっと見直しをしてて、段階的にそのモックス燃料を混ぜるというか加えるというか、まあ私ちょっとあんまりそこからわからないで、天野先生にも知ってると思いますけど、少しずつ足していくからですね、危険性はあんまりないんだとか、まあ機嫌なことを言っております。ところがですね、3月の2日の日に東京高裁で、札幌高裁でですね、画期的な証言がありまして、北海道大学の名誉教授の、この方小野さんという方、その後函館の市民会館で講演会がありまして、それ YouTube で見れます。私2回ぐらい見たんですけど、非常に分かりやすいんですけどね、いわゆる活断層の問題です。それで北海道道南、それから青森の、まあ、いわばそのところで火山がいっぱいあるって言うんですけど、敷地の中にもあるんだというのを証言されたんですね。
でこれについてはもうほぼ確定されておりまして、で最後に裁判の関係から言うと、これが出されるとですね、電源開発の方がその活断層でないという立証をしなきゃならないんですね。立証責任はだから向こうにあるんです。でそれが果たしてできるかというと、まあ、おそらく、まあ、何年もかかるだろうというような話が出されておりました。であと結論的に言うとですね、いろいろ、まあ、現地ではまあ、漁協その他、住民の方も大体賛成派が多かったんですけれども、少しずつ変わってきましてね、1月に町長選挙がありました。で今までずっと推進派で占められてきたんですけれども、まあ、表面的にその原発の問題だけではないんですが、今度ですね、その新人が大差で当選したんですよ。ちょっと名前は分かりません。それを書いてる3ページに書いてるんですけど、大間町では今年ですね、1月末に町長選挙がありまして、推進派ながら新人が当選しました。だこの人はですね、今まではもうずっとその大間原発を作って国から交付金をもらってやろうというふうなことだったんですけれども、初めてですね、まあ、漁協を振興しようという話をしまして、結構そういう声が湧き上がってきたんですね。で裏話なんですけど、まあ小泉元総理というのが今いましたよね。でこの方は判決出た後なんですけどね、函館と札幌と青森と3カ所公演やったらしいです。でその時に、大間原発はあと40年経っても50年経ってもできないんで、もう諦めた方がいいと。それとそのやっぱり地元のあれとしては漁協、まあ、漁業をもう一度立て直した方がいいんじゃないかということをなんか言ったらしいんですけど、まあ、そのことがね関係してるんじゃないかと新聞になんかちょっと書いてあるそうです。まあ、本当かどうか分かりませんけど。で最後に皆さんもあれですけど、地震が非常に多いですよね。で私、まあ、仕事の関係で東北よく行くんですけど、二本松とかですね、南相馬とか何ていうか電話したんですけど、ね、もう毎日のように地震があると。ここに書いてるのは震度4だけでこれなんですけど、震度2以上の地震っていうのは1ヶ月に20何回起きてるってことですね。だからやっぱりどんどん全国的に多くなってきてるんですよ。まあ、東京もそうですけど、とりわけ東北北海道も多いという中で、その今我々が交際でやっておりますそのまあ建設敷地内に活断層があるっていうのは完全に実証されればですね、方向性としては変わってくるんだろうというふうに思います。まだまだ時間かかると思いますけど、今度もその東海大の判決と同じように勝ちたいと思いますので、ぜひ、皆さんご注目お願いしたいと思います。はい、以上です。で頑張ってる仲間がいるっていうのはもうとても心強いし、やっぱり私たちの力で何とかしなくちゃ何とかできるっていうふうにすごく元気をいただいています。ありがとうございました。そうしましたらですね、これで志麻さんからお話を聞くという3.11を語る会というのは終わりにしたいと思います。本当に志麻さんありがとうございました。お知らせをさせてください。冒頭に申し上げたんですけれども、こちらのピンクのチラシで実は福島から10年ということで今日もちろん企画したんですが、約半年をかけてですね、原発問題について、そして私たちの、エネルギー問題について考えようという連続講座を5月から行います。日本商社連盟の事務所で行うバージョンと、あとですね、会場とズームを使ったという、日本商社連盟の、事務所もしくは連合会館という会場をズームで結んで、リアルの参加もいただけますけど、ズーム参加も可能ですので、ぜひこちらの講座申し込んでください。いろいろ議論を深められればなと思います。よろしくお願いします。そして、
後ろにもあるんですけれども、日本書店連盟の発行する、ブックレットですとか、私たちのこの会員になっていただくと、消費者リポートという機関誌を毎月1回お送りしています。この2月号でですね、志麻さんを取り上げさせていただきました。毎年2月もしくは3月には、福島原発からの事故を、忘れないということで、いろんな特集を組んでおります。それ以外にも食べ物の問題ですとか環境問題、本当に消費生活に関わるさまざまな問題を毎月取り上げておりますので、ぜひ会員になって、そして一緒に活動を、していただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。後ろの方でぜひご覧になって、入会も今日できますのでよろしくお願いします。そして志麻さんの活動への感謝、改めて最後にお願いしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。すみません、今コウケツさんの方から一言言い忘れがありますので、ちょっと付け加えます。私たち の脱原発部会にぜひ入ってくださいそれで一緒に活動したいと思いますので、ぜひとも入っていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。